もね、マジでロマンのガチャ発見でした。バカリ見て、このロマン合体昆虫全8種合体昆虫だぜ。これめっちゃロマンじゃない。合体レボリューション、パーッと見ていくとね、なんとヘラクレス、ヘラクレスさんがなんかね、鎧みたいなの作るんだよね、ガシャコンって。すごくね、種類は全部でこんな感じで、俺が欲しいのはもちろんヘラクレス。ヘラクレスのね、赤と普通のノーマルバージョンどっちでもいいんだけど、欲しいよね。で、俺がゲットしたのは何だろう。あ、そうね、クワガタさんだな、これは。フォルム的に、ちくしょう、違ったか。ちょっと期待していたんだけれども。おお、すげえ、お目目がかいつがでかいわ。意外にでかいぞ。おお、リアルじゃない、なんか。すげえ。うわぁ、これが鎧パーツ。おお、じゃあちょっとさ、組み立ててみるわ。ちょっと待ってて。すごいぞ、これは。かわいいぞ。見て、このかわいさ。プリチーな目。超かわいくない？おお、で、これがね、合体前のクワちゃん。オークワガタだった、俺。オークワガタの赤。こいつだね、こいつ。で、鎧をつけると、鎧っつうかね、これ鎧なのか。まあ、鎧っていうか合体するとこんな感じになる。で、穴がね共通だから、いろんなね差し替えができるんだって。おお、楽しそうだな、これ。もう一体ゲットしてこればよかった。じゃあね、早速合体をしてみようか。じゃじゃーん、見て、合体かっこよくない？ほら、合体したぜ。これかわいいな。大きいしね、結構ね、持った感じの重量感がね、ずっしりあって重いし、これかわいいしね、いいね、これ。でもね、どっちかっつうと俺こっちのね、大クワガタ、こっちの方がかっこいいでしょ。これ頭変わるんだよ、こっちの方がね、俺的には。つうか、これもゲットしてさ、両方つけたくない？え、めっちゃかっこいいでしょ、これ。この仮面つけて、このハサミ、お、やばい、これ欲しいぞ。穴共通だからさ、組み立てられるんでしょ、こうやって自由に。おお、いや、これもう一回回すべきだった。あ、ちなみに一回200円ね。安いし、このクオリティやばいな。これ全種コンプしたいわ。よっしゃー、次で今回はちゃんと大クワガタの赤ゲット降臨で。じゃあ最後にさ、ちょっと見ようか。マジマジ可愛くない？おお、ただね、ちょっとパーツ取れやすいんだよね。うん、パーツ取れやすいっていう弱点があるんだけれども、まあ置いて飾る分には可愛いな。俺みたいなクワガタ大好き、カブトムシ大好き人間にはたまんないぞ、これ。ほら、真正面の図強そうっすな。おお、いや、これもう一回回せばよかった。ちょっとお試しにね、回してみたからさ、どんな感じかと思ってさ。そう、じゃあまた次回だな。次回からまた回してこよう。じゃあ最後は大クワガタ赤バイバイでしょ。いや、かわいいね、これ。これたくさん揃えて並べたら、合体して並べたらさ、すげえ楽しいんじゃない？